そうで始まりました、もちチャンネル。さあ、ちょっとね、今ね、超緊急で動画撮ってるんですけども、今ね、風呂入って、もうこれからアメリカに行くんですよ。はい。もう着替えてアメリカに行くっていう時なのに、ね、緊急事態ですよ。もう本当にこのままですよ。はい、これ撮って、もう移動中に多分編集してやると思うんですけど、はい。なんと、ベテランチがね、警察に捕まるんじゃないかみたいなね、心配が。出てますよね。聖杯戦争でね、ベテランチがね、いろいろやらかしてみたいので、まあ捨てハゲがね、取り上げてね、あの動画は消せみたいなね、いうのであったんですけど、まあ、あのヒカルさん助けてくださいっていうね、動画をね、ベテランチが出したんですが、まあカッター使ってね、あの長い、なんだっけ、袖ジャニーや長い裾の岩井社長の服を切り刻みますみたいなね、ので動画上げて、このカッターでとか、あと森鉄の筋切り刃でって言ってた。これ筋切り刃って言うんだね。剣士のこと知らなかったんですけど、まあそれでカットするんだみたいなので、で新宿警察署にね相談しててって言って、で新宿警察署 VS 自衛隊アメリカ軍だっていうことでね、はい、それで私はアメリカ軍と話しに行ってくるんですかね。じゃあ、はい、まあサンディエゴにも行く予定なんで、まあ、ちょっとねすごい軍隊いっぱいいるところですから、はい、で言うのは置いといて、まあ、本当にアメリカ行きます。はい、ここから行ってくるんですけど、ああもう救急車来てるけど、もう時間がないんだよ私、もうね乗らなきゃいけないから飛行機、はい、出なきゃいけないんですけど、さあんで、じゃあベテランチ本当逮捕されるのとかね、心配してる人もねいるかもしれないですけど、ね、絶対ない。2億パーセントない。うん、もうないです。はい、そんなの、あの動画が残ってたってないです。だって別に殺害予告とかしてるわけじゃないしね。まあ、モノリスジャパンに乗り込んでっていうのはちょっとね、まあ、あんまりよろしくなかったかもしれないですけど、その服の裾を切るでしょ、それは大丈夫でしょとかっていうのも、まあ、置いといて、あのね、警察ってね、動かすのがめちゃめちゃ大変なんですよ。そう簡単には動きません。で、まあ、警察に相談してるって言いましたね。このね、相談してるって、そうそう、なんかベテランが言ってたには、まあ、関係者の人から、つってて、まあ、まあ、岩井さん側から、ね、警察に相談してますよっていうのをベテランチに伝えてくださいって言われて、それで伝えたっていうことなんですけど、警察に相談していてって言いますね。これ相談していてっていうのは、被害届が受理されないっていう意味です。相談しているっていうのは、被害届がで受理されていませんという意味です。はい。なんで、被害届が受理されない限りは動きません。で、被害届が受理されるのって、でめちゃくちゃ大変です。かなりというか、もうちゃんとしたもう犯罪性があるって認められないと受理されません。だから多くのね人たちが、まあ弁護士使ってさ、警察を動かそうとかって動くわけですけど、まあなかなか難しいんですよね。だから誹謗中傷なんていうのもなかなか警察が動いてくれないっていう風になってたじゃないですか。でそれがまあ今ね新しく法律変わって、もうちょっと簡単にね、ね誹謗中傷でも事件にできるとかねいう風に言われてますけど、そうだ、事件にするっていうのはめちゃくちゃ大変なんですよ。何か出来事があって、それを犯罪ですっていう風にするためには、現行犯っていうのにすごい大事なんですよ、実は。現行犯でもう逮捕する。もうその場にいてとかって、ね、その場に会社に乗り込んでてカッター持ってるベテランチがいただったら、もうそれ逮捕できますね。もちろんできるんですけど、動画内でやってとかっていうので逮捕はまずできないです。まず受理されません。相当なことじゃないと無理ですね。はい、全然動けないよ警察は。民事でやったって勝ち目ないでしょそんなのね。あんな冗談ってわかるし、ね、うん、何にもないね。で警察に相談してるのが本当かどうかわかりませんが、警察に相談するっていうのもこれ、まあ、よく言われるやつ で、まあ、いろんな状況で警察に相談していますっていうのを使って物事を動かすことができたりすることがあるんですね、実際に。でもそれって知ってる側としては、はいはいはい、警察に相談しているなんだ、ふーんってなるんですよ。あーってことはどうせ動かないってことだね、何もしないってことだねって思ってる大人もいっぱいいます、そういうことを知ってる人がね、っていう風に。相談しても何もならないです、ぶっちゃけ。だから捜査に行くには被害届の受理で、被害届の受理が行かないと相談で終わっちゃう。だからいろいろあるじゃないですか、ストーカーとかもさね、相談しに行ったけど結局ダメだったんですとかね、被害届が受理されなかったんですとかね、いうのありますけど、そう、被害届が受理されないと捜査しないし、でそもそも被害届が受理されてもね、ちゃんと動いてくれなかったりすることなんてね、あるわけですよ。どこまで話していいか分かんないけど、そのね、被害届がそのまま捨てられたなんていうこともあったりするわけですね。だストーカーとかもそうですね、よく言われるやつなんですけどね、このままベテランに関しては全然何の問題もないし、はい、全くならないです、捜査。それは今の統括の方がよっぽどなりやすい、うん、まあでもそれにしたって統括のやつも民事でしょうね。刑事にはなかなか、うん、難しいんじゃないかなって思いますね。まあそれ言ったら、まあ4秒の引用なんてもっとならないですね、はい、あんなのは刑事事件になんか絶対にならないでしょう。という方にね、そんなに簡単になんかね警察が動いてくるっていうのはないんで、
別に心配する必要は全くないですね。視聴者の人たちがうわーみたいに言ってますけど、そんなこと全然ないです、はい、全く怒んないし心配はないし、だから別に動画を消さなくったって大丈夫だったと思いますけど、まあただね、やっぱその襲撃するとかちょっとねよろしくないんでね、話しちゃおうかな。だからベテランじゃしないですからやめてください、ね、その会社にやっぱね襲撃とか会社に迷惑をかけるのっていうのはよくないんで、だから僕もね動画出てたと思うんですけど、嫌がらせって言ってね、その僕はね前に行ってた学校にその嫌がらせでねやってたりするっていうのはあったりするんで、それ会社に迷惑がかかると、それってやっぱ大打撃というか、それもだって一人じゃないわけじゃないですか。いろんな人がいるわけだから。だからその会社にっていうのはやっぱあまりよろしくないっていうのはありますね。まあ、ただ、あの動画では何もならないと思いますね。僕の筋切り場ではどうともならないと思います。はい。それはまあ岩井さんも嫌だっていうのはわかります。なんせルシファーの件がありますからね。ね、まあまあまあね、あれがあるからそれはね、嫌だっていうのはね、わかります。はい。まあ、ただ、逮捕はありませんので、そこは本当に安心してください。まあ、ちょっとね、面白かった。警察に相談。警察も嫌がったと思います。それ本当にあったとしますね。で、まあ、受付のとこ行くんですよ。受付で行って、こうこうこういうのでって言って、で、まあ、通されるかがそれぞれ違ったりするんですけど、そこで、なんと話すかによって、出てくる警察の人と出てくるかの人が変わるんです。どのように伝えるか、最初の受付で。こういう風に伝えられちゃったら、この人たち出てこなきゃいけないとかあるんですよ。本当はね、そんなの出てこなくていいやつなのに、出てきましたみたいなね。そう、刑事課の人とかね、出てこなくていいのに、あ、こんなのに出てこんのか俺が、みたいなのもあったりします、実はね。で、まあ、生活安全とかさ、いろいろあるじゃないですか。その生活安全課とかでいいのに、俺らも出てこなきゃいけないんかい、みたいなね。そういうのもあったりするんですけど、そう。それで、こういう動画が、つってですね、見せられたとして、はぁ、はい、わかりました。いや、これじゃ何もできないですね。はい。また何かあったら、って言って終わってるのかな。めっちゃ面白いけどね。この動画を見てる警察官のことを想像すると。見て、これじゃ何にも言えないですけど、とか、もう一つの筋切り場で。は詳しく聞いてあげたのか、その警察の方々。それとも全然聞かなかったのかによると全然違うからね。で、まあ、あとはもう当然例外的なものってあって、社会的にすごい影響があるとか、の時ですね。これをこう取り上げることによってすごい影響があるとかっていう時はやりますけど、まあこれをだって大々的に世間に取り上げたところで世間には何も伝わってこないじゃないですか。誰が何をしてるのこれは、聖杯戦争って何みたいになっちゃうんでないですね、はい、そっちもないし、だからマスコミがでっかく取り上げるとかも絶対ないし、なんか社会的大きな意義みたいなのも絶対ないんでないですね、ということです。まあいろんなパターンがあるんですけど、その事件になるにはまあどれも当てはまらないですね、はい。まあ、岩井さんすごい偉い人とかだったんであったかもしれないですけどね、日本のトップみたいなのとかだったら。でもそう簡単にはならないでしょうね、この辺のことは。という感じでございます。はい。はい。皆さんどう思いますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。早くしよう。ありがとうございました。Thank you for watching。てか、本当に警察に行くかね、こんなことで。それ自体が信じられないけどな。